はい、見てください、じゃじゃん、メルカリでウルトラマンの装備セットを買いました。はい、なんかジャンクじゃなくて、なんかめっちゃね状態よくて、しかも新品ではないんだけど最新のやつがねめっちゃ入ってるんだよ。しかも梱包がめっちゃ綺麗で、メルカリで買ったんだけど、これをね紹介したいと思います。今回1体ずつ紹介します。全部で値段は結構でかいこの箱に入ってるんだけど、これは、3800円送料込みで購入しました。はい、じゃあ一つずつ見ていきましょう。袋にね、一つずつ梱包してくれてめっちゃ丁寧だから、とりあえず袋に入れたまんま、紹介するね。まずはこちらですね、ウルトラカプセルですね。ウルトラマンジードロだから最新のやつになります。はい、セブンと、なんだっけ、ダークロプスゼロと、アーストロンだよね。やった、ウルトラカプセル、これで7個目。さあ、お、噂のアーストロン、アーストロン、これ新しいやつだよね、めっちゃね、すごい。次、あ、エースです。エース持ってたっけな、持ってたの、やったぜ。光、3体目だけど光ちゃんとライフサインはついてないっていうか、もうその後に買ってるね、ライフサインが廃止されてから買ってるやつだね、うん、やったやった、これ欲しかったやつ。これなんかオーブがなんだっけ、平成ジェネレーションたちと合体して映画に出てくるやつね。これめっちゃできんだよ、これレビューとかで見てていやーって思ってたんだよ。あー、これもだ、オーブのね、セブンとゼロだっけ、親子の力をお借りしました。あ、噂をしたらセブンです。セブン、サクサクいかないとやばいね、これ。あ、これグリッドマンじゃなくて、ね、あれだよね、ゼロのやつに出てくる、ね、あれだよね、そこいつはね、あんまり見てない本編。あ、これは見た本編、映画見た、 DVD 持ってる、グレンファイヤー。あ、これ欲しかったわ、普通に嬉しい。次、あ、いいね、ビクトリー。あ、ビクトリーは見てないんだけどね。お、いいね、いいね、やっぱ一番かっこいいのは X だと思うんだよね。見てないんだけど、ほとんど。かっこよさで言うと、やっぱデザインが一番最新っぽいのは、やっぱ X かなって僕は思いますね。さあ、次。まず、ウルトラマン系からいこうね。ティガ、いいね、ティガ。ティガ、世代より1個前なんだよね。あ、いいね。あ、違う、これだっけ？オーブがなんか、平成ジェネレーションと合体した、ゴテゴテしすぎって言われてたやつ。まあいいや。オーブもね、前半しか見て、あ、コスモスの最強モードではないか。まあコスモス単体では最強モードだっけ、ルナモードなんだっけ。コスモスってレジェンドっていうのになるから、あれが最強なんだね。これは欲しかったやつ、タロウとメビウスさんの力をお借りしたやつですね。オーブが、これ一番俺オーブで好きです。クリアではないよね、クリアではないね、クリアじゃないよね、クリアじゃないよね、クリアだったら、クリアなんてあったっけ。あ、クリアもっと全然違うわ、色は。それは、あ、これ持ってる、2体目。いいね、こいつね、持ってる。あ、次、もう怪獣ゾーンかな。あ、まだいた、ウルトラマンたち。お、いいね、銀河、結構持ってる、銀河。でもね、めちゃめちゃ状態がいいんだよ、ほぼ新品。あ、いいね、オーブの、スペシウムゼペリオンかな、最初のやつですね。さあさあ、ウルトラマン系、まだいた。あ、はい、ジャック。あ、これ2体目、オーブの、なんだっけ、セブンとゼロの力をお借りしたやつ。これ買ったのかな、本当に。なんでこんな安く出品するんだろう。あ、いいね、ミラーナイト。これ欲しかったね。ミラーナイトね。あとは、ウルトラマン系あったの。まさかの、ジード。タグ付き、まさかの時は知ってたわ、そういえば。あったな、そういえば。タグ付きジード。やった、これで3体目で1体改造しちゃったから、遊び用のジードプリミティブができましたね。嬉しい、こいつ遊び用にします。さあ、ここら辺からがちょっとメインになっていくんだけど、登場した順番に行こう。はい、じゃじゃん、スカルゴモラ。次、じゃじゃん、サンダーキラー。やった、2体目だ、全部2個、あ、2個目ですよ、もう。で、これバン、ペラニウム Z、 これも2個目です。はい、以上です。やばいですね、これは、これはやばい。いやー、嬉しいな。意外とこの辺で嬉しいのはアーストロンとか、地味に嬉しいかもしれないです。はい、ということで今回は3800円、まあ振り込み手数料みたいなんで3900円で購入したウルトラマンの装備たちを紹介しました。メルカリね、もうね、新着で出てきたらもう悩まず買う、それが一番です。以上です。
Please subscribe.